どうですか？わからない。あ、ビギナーズラックってやつがあるから。ぶつかってる？すごいすごいすごい、手にめっちゃ。繊維喪失して僕の方に逃げてぶつかられるとちょっとテンション上がる感じ。めっちゃ上がりますねこれ。すげえすげえ。対象どうやって打つんですかこれは。いや、まずこれベから刺して、まあ、口からでもいいけど、これまっすぐずっとね、はい、これ、まあ、これ真ん中へ、はいはいはい、うん、これでこういうふうに渡すんです。これ、はいはい、これのここへ握手をね、まずこういうふうに包丁こういうふうに焼けた時にきれいに焼けますので、はい、であとこっち裏は出さない。裏は出さない。これでこういう出さないかね、そのきれいでしょ、これ、はいはい、こういうね。ああ、そうですね。はいはい、すごいうまい。こういうふうに。ああ。あ、すごい。これ。これ火を入れるとバーッと洗ってね、これね、はい、こういう具合なので、ね、全部広げて、そうです、広げて、はい、あんまり身の方へつけないようと、あと塩が回って辛くなるので、ほんで、はい、こういう具合なので、ほんであとパラパラって。おー、かっこいい。ちょっとあれかな、これ。はい、あっち。あっち、もうそれ外していいよ。外していいよ。こういう具合で、こういう具合で、こういう具合で、箸を届けるか、あれが。子供か。あ、そんなの大きさだけが違う。これ一番。はい、鮎が焼けました。お、熱そう。いただきます。うまっ、甘い、身がおいしい。でもこれはおとりです。本物は釣れませんでした。おいしい。でもうん、うまい、めちゃくちゃうまい。疲れた体に。傷ついた心に。でもいいね、ここ釣れなくてもバーベキューができるから。そうですね、うん、
設として本当川がすぐそこだし、屋根もあって雨の日でも楽しめますよね。トイレもあるし、おすすめですね。東白川美味しいです。まだ完食しちゃいますね。うまい、うまい。あるいはこのハラワタがうまいですね。苦味があって、うん、高級なバーベキューですね、これは。はい、あと来るということで、アワビが。アワビが食われました。